誕生から40周年を迎え、究極のゾイドがついに登場。 Welcome back。 今回のプラ版は40周年アニバーサリーゾイド72分の1スケールブレードライガーを使って立体重塗装グラデーションバージョンで制作します。電動ライトアップ重塗装、贅沢のテーマパークだぜ。それでは一緒にゾイドオン。おお、何やらでかい荷物が届いたんだが、なんだこりゃ。上司から最重要とのことだったが、おい、なんとかギアじゃんこれ。大丈夫かこれ、装着してあのゲームでやられたら脳が焼かれるとかそういう系じゃないよな。大丈夫か。ユーザー認証。おお、今回は無駄に手が込んでるな。適正ユーザーです。なかなかハイテクじゃないか。指紋認証とか iPad みたい。いいね。おはよう、プラバン君。今回エージェントハントは新作映画の撮影中のため IMF から依頼を断られてしまった。そこで仕方なく暇そうな君に依頼させてもらう。え、仕方なく。今回のミッションは我が社と共和国が極秘裏に開発を進めていた AZ-01 ブレードライガー。ブレードライガー過去最高のプロポーション、完成していたのか。造形、電動ギミック、ゾイドシリーズ40周年を飾るにふさわしい最高傑作だ。これを君の手で完成させてほしい。なお、君が長時間の動画編集により過労で倒れたり、あるいは頭のおかしい企画で Google に拘束されたとしても我々は一切感知しないので、そのつもりで。それでは幸運を祈る。なお、このメッセージは5秒後に消滅。うちプラモのチャンネルなのに労災が降りないんですか。こいつはハードだぜ。まあいい草はともかくとして、いや待てよ、トムの補欠として呼ばれたんならこれはいい評価なのでは。とにかくついに来たー。フェーズ1ハーズカット。地球圏の皆様、お待たせいたしました。今日はこれだ。今年で40周年を迎える大人気ブランドゾイドから究極の決定版が登場だ。40周年アニバーサリーモデル72分の1スケールブレードライガー。ゾイドとは1983年に誕生した動物型メカの代名詞と呼ばれる超人気ジャンル。今月2023年の4月下旬にその40周年を記念した究極のモデル、このブレードライガーがついに発売されます。ライトアップ、電動による稼働気味、優れたプロポーションと見事なディテールを再現した、まさにファン垂涎の待ってましたと大声で絶叫するレベルの究極のキットだ。今回は嬉しいことにタカラトミー様からこのプラ版にぜひ制作してほしいと特 A 級のミッションを依頼していただいたので、簡単な改造としっかり塗装を施しかっこよく仕上げていきたいと思います。いや、大企業のタカラトミー様から直々に依頼をいただけるとは、こんなに嬉しいことはないですね。実にお目が高い最新キット、最高グレード、プラ版の大好きな単語トップ5が2つも並んでやがるぜ。ありがとうございます。ゾイドと聞いてまさか全長59センチあるゴジラスとかいう一番でかいやつを送られてくるんじゃないかとビクビクしておりましたが、主人公機でよかったよ。ありがとうございます。それでは早速、おー、パーツの状態からすでにこのゾイドコアの帯同を感じ取れる、気がしますね。これはちょっと箱が光って見えるのは私の幻覚かもしれませんが、ファンが長らく待っていた最新バージョンのゾイド、どれほどの完成度なのか実に楽しみですね。各パーツには素晴らしいディテール、このパッケージとか説明書の俯瞰から撮影されているブレードライガーの構図、めちゃくちゃオシャレですね。そしてその説明書も大きくて見やすい。それでは早速組み立てていきましょう。まずはパーツとランナーの間にある細いゲートという部分を溶場ニッパーを使って切り落としていきます。パチ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 。終わったら片間ニッパーという綺麗にカットできるニッパーに持ち替えて、残ったゲートの部分を二度切り。こうすることによってパーツと水平に切れるだけではなく、ランナーの重みがパーツにかからずに変形したりすることがなく、綺麗にカットすることができるのです。このままではまだゲートの跡がわずかに残っています。これから使うのはタミヤのクラフトヤスリプロ。この鉄ヤスリを使って残っているゲートの部分を水平にゆっくり優しく削り取っていきます。力は全く必要ないので、撫でるように優しく鉄ヤスリを当てていきましょう。この作業が終わったら次はスポンジヤスリ400、600、800、1000番、これを使って順番に磨いていくと、ご覧ください、残っていたゲートの跡が綺麗に整えることができました。この工程を全てのパーツで行い、説明書通りに順番に組み立てていきましょう。ゾイドといえばこのキャップシステムが組み立てるときにとても快感ですね。簡単にかっこよく
組み立てて楽しい、すべてが理にかなった素晴らしい機システムです。ではすべてのパーツを整えて組み立てて、これで一旦完成。40周年アニバーサリーモデル、72分の1スケールブレードライガーだ。ご覧ください、このディテール、このプロポーション。面構えの違う古参ファンの方が見ていただければ、一目でこいつはやべえ出来だなということをご理解いただけるのではないでしょうか。もちろんおなじみの E シールドジェネレーター、ロケットブースター、レーザーブレード、プラズマレーザーキャノン、ストライククロー、二連装ショックカノン、すべてのディテールを完全再現しております。そして電動ギミックも驚くほど滑らか、足の動き、胸の息遣いに至るまで非常に滑らか。このギミックを楽しめるのは世界でもゾイドだけです。カメラアイと心臓のライトアップもついて、やりすぎてビビりますね。いやー、だがそれでいい。文明を進めてきたのは一握りの頭のおかしい連中だ。40周年記念モデルをリリースするにはこれぐらいでないと務まらんということですね。それでは早速塗装の前に簡単に改造を施しておきましょう。まず尻尾の部分に合わせ目が目立つので、ここはプラスチック用の接着剤を隙間に流し込んで、十分流れ込んだところでパーツを強く押し込み、バッチリ乾燥させます。このように溶けたプラスチックがはみ出すぐらいがちょうどいいです。デザインナイフで形を整えて、パーツカットと同じ要領でヤスリで整えて、これで合わせ目を消すことができました。続いてブレードライガーの特徴的なホワイトのコンプリッションリフリジェネレーター、そしてストライククローの間に大きな肉抜きがあるので、できる限りこれは綺麗に埋めた方がかっこよくなりそうですね。ここで取材と硬化剤2つを混ぜ合わせることによって、プラスチックのように硬くなるパテを使ってしっかり2種類混ぜ合わせます。綺麗に混ぜ合わさったところで、パーツの肉抜き部分にしっかり塗っていきます。このパテがバッチリ乾燥したら、鉄やすいで大まかに整えて、またまたスポンジやすいで磨いて綺麗に仕上げていきます。まだわずかに隙間が残っているようでしたら、瞬間接着剤などを使って瞬間硬化スプレーで素早く固めて、もう一度削って綺麗に整えます。かなりのボリュームでしたが、これで隙間を全て埋めることができました。またブレードライガーには鋭く尖った部分がデザイン上いくつかあるんですが、安全対策のために丸くなっています。ここも鉄ヤスリでまっすぐシャープに整えて、どうですか、左の磨く前の状態と右の磨いた後の状態、遠目で見るとやっぱりちょっと分かりづらいとは思いますが、こうやって比べるとそのかっこよさは明らかですよね。パッと見このような処理はやったのかやってないのか分からないような、と注意してみないと気づきにくいところだとは思いますけども、こういう細かい積み重ねが完成形のクオリティにじわじわ効いてきますので、しっかり仕上げていきます。もちろんレーザーブレードの先端もしっかり研いでシャープにしておきます。次の改造工程はブレードライガーのキーバのパーツです。とても力強いデザインですが、プラバン好みのシャープなラインに仕上げていきたいと思います。ここも顔のディテールに合うように綺麗に削り落としてヤスリで整えておきます。完成形ですとどうですか、非常に自然な仕上がりになりましたね。はみ出しておらず、ディテールに沿った牙のライン、非常にシルエットが美しくなったと思います。これでいきましょう。それではここまでで全ての改造工程が終了いたしました。全てのパーツを分解して塗装の準備を始めましょう。さあ皆様お待たせいたしました。我がチャンネルにもゾイドほどではないにしても、発売から28年の由緒正しいあいつが登場です。地球圏最強の洗剤ジョイ、これを使ってパーツの油分や削りカスをしっかりと洗い流しておきます。十分に乾燥させなければ塗装する際に塗料を弾いて悲惨な状態になってしまうので、塗装も乾燥もこういった製作では非常に重要な工程となっています。では使う塗料を選択したら、塗装の邪魔にならないようにパーツのダボ軸や裏側の凹凸に塗装用のクリップを挟み込んでいきます。塗装の邪魔にならないようなポイントをよく考えてクリップを装着させ、より効率的に作業をするように、塗装するカラーリングごとにパーツをまとめておくとスムーズに作業ができるでしょう。フェーズ2、塗装制作はまだまだ終わりません。それではコンプレッサーのスイッチを入れて、いよいよ塗装を始めましょう。まず使うのはガイアカラーのサーフェイサーエボブラック、これを使ってクリアパーツとブルーのパーツ以外の全てを真っ黒に染め上げます。せっかく部分塗装してあるのにわざわざ真っ黒塗りつぶすっていうのはちょっともったいない気がしますが、ここは仕方がありません。涙を飲んで歯を食いしばりながら黒く染め上げましょう。ブラックという色は光を吸収してバッチリ遮光してくれるので、プラスチック独特の軽さは消えて、まるで金属のような重厚感を演出することができます。プラ版ではこの下地塗装は非常に重要な工程です。下地が用意できたら、東方セパレーターのアルティメットクロスでハンドピースをしっかり綺麗にして、色が混じらないように次の塗料へ入れ替えましょう。ゴールドのパーツにはフィニッシャーズの赤金、ご覧ください。一度黒にしてからゴールドを塗装することで、これほど重厚な質感を演出することができます。ゴールドで塗装した後は、特にこのレーザーブレードのパーツ、しっかりマスキングを施してガイアカラーのフロストマットブラックでブレード以外のパーツをしっかり塗り直しておきます。こうしてマスキングを剥がすと、バッチリ綺麗に塗り分けることができました。やったね。ストライククローやレーザーブレードは赤金、足の各関節に配置されているシリンダーには青金を使って
2色のゴールドでしっかり塗り分けておきます。足のサスペンションにはフィニッシャーズのクロームシルバーで塗装した上で、クロームシルバーの部分をしっかりマスキングで保護して、その上からジャーマングレーで塗装します。これでバッチリ塗り分けることができました。いい感じですね。ホワイトのパーツにはブラックの下地からスーパーシェルホワイトを塗装乾燥塗装乾燥と3回塗装と乾燥を重ねてグラデーションで仕上げておきます。フレームに直接装着する武装やロケットブースターなどのアクセントに、ガイアカラーのフレームメタリック1、ダークブルーのパーツにはスーパーディープブルー。それではいよいよメイン装甲のブルーのパーツを塗装していきます。下地に選ぶのはサーフェサーのエボホワイト。これでブルーのパーツをすべて真っ白に染め上げ、パーツの表面をしっかり整えます。プラスチックにはよく見ると薄い部分やプラスチックの厚い部分少しムラがあるので、こうして一度同じ色で下地を作っておくことによって本塗装の色の質感にムラが出なくなるので、塗装後の質感を左右するだけではなくて本塗装の色味を均一に正確に出す効果もあるので非常に重要な工程となっています。下地のホワイトが乾燥したら、そこからさらにフィニッシャーズのファンデーションブルーで全てを水色に染め上げます。ファンデーションブルーが乾燥したらスーパーファインコバルト、これでパーツの7割から6割の部分をグラデーションを使って鮮やかに吹き付けていきます。乾燥と塗装を3回重ねて、これが終わったら最後にパーツの3分の1に当たる部分に最も色の濃いウルフブルーですね、同じく塗装を乾燥塗装を乾燥と3回以上重ねて美しくて鮮やかなグラデーションで表現します。この時パーツの面ごとにグラデーションをかけて立体感を強調するような塗装方法を今回行うので、マスキングを行って各パーツの面ごとに綺麗にグラデーションを塗り分けていきましょう。かなり時間はかかった工程ではありますけども、完成したら非常に美しく立体感を強調したメイン装甲が出来上がりました。パーツの境界線に明るいところと濃いウルフブルーがさらにその境界線を強調してくるので非常に立体感のある、かつ下地をホワイトにすることで発色が良く非常に鮮やかな色で仕上げることができました。時間をかけた甲斐があったというものですね。やったぜ。まだ終わりません。今回の40周年アニバーサリーモデルブレードライガーには素晴らしいコックピットギミックがありますので、パイロットのフィギュアも2体とも綺麗に塗装していきたいと思います。こちらも発色を良くするために、まあキャラクターのフィギュアで重厚感とかはいらないので、発色を良くするためにまず一旦ホワイトで真っ白に染め上げます。そこでアクリル絵の具を使って各パイロットの肌色、髪型、服装、なるべくまあ 100% 完璧な再現は無理だと思いますが、なるべくアニメの設定画を見ながら服装を綺麗に塗り分けていきたいと思います。この72分の1スケールとはいえやはり小さいのでなかなか難しいですね。面相筆といって細かい部分を塗るための細い筆があるんですけども、これを使って頑張って塗り重ねていきたいと思います。で、色が混じったり濁ったりしないようにちゃんと一度塗った後に重ねるときはしっかり乾燥させておくのが非常に重要です。プラモデルは待つのも仕事、急がば回れ。ここ掘れワンワン、ニャンとワンダフルな塗装をするためには忍耐力も必要になってきます。大体できましたが、まあこんなところでしょうか。まあ塗装の精度はともかくとして、服装のカラーリングは割と近いカラーリングで塗装することができたと思います。やはり色がつくことによって、あ、このキャラクターだという認識力がぐっと高まりますね。で、今回のコックピットパーツは真下に LED が搭載されてあってカメラが光るようになっているので、このパーツだけは塗ることはできないようになっています。説明書の見本でもこのパーツは塗っていませんでした。なのでより綺麗に発光させるためにクリア光沢透明を使ってコックピットシートにはトップコートのみ仕上げておきます。こうすることによってさらに綺麗に光り輝いてくれることでしょう。パイロットを配置してこれで OK。 それでは塗装したフレームパーツをすべて組み立ててジャキン。おー、さらに立体感が強調され、特にストライククローの赤金、非常な重厚な仕上がりでベリベリグッドですね。フェーズ3ドレスアップ。今回使うのはタミヤのスミール塗料ブラック、そしてブルーやホワイト、明るいパーツにはスミール塗料グレーを使っていきます。モールドにしっかり流し込んで、こうすることによってパーツの立体感ディテールをさらに強調することができます。バッチリ乾燥させたら、次はこの溶剤だけを溶かせるエナメル用の溶剤を使って綿棒に染み込ませて、乾燥したスミール塗料のはみ出た部分だけを優しく撫でるように拭き取っていきます。こうすると溝に入ったスミール塗料は残ったままで、はみ出た部分だけ綺麗に拭き取ることができる非常に簡単で合理的な作業ですね。終わったら待ってました、楽しい楽しいデカールの工程の始まりです。ブレードライガーには誰でも簡単に貼れるラベルがすでに付属していますが、仕上がりにもこだわりたいので私は好きなデカールを貼っていきたいと思います。使いたいデカールだけを細かくデザインナイフでカットして水に浸し、30秒から40秒の間で台紙からデカールが浮き出てきます。そうしましたらデカール用の糊を貼りたい部分に塗って、爪楊枝でデカールを軽く押さえながらピンセットの方で台紙をゆっくり引き抜きましょう。そうすれば破れずに綺麗に抜き取ることができます。
ていきます。最後の仕上げに余分な水分を綿棒で拭き取って、これで完成です。デカールは面が広いパーツの四隅のどこかなど、もう少しディテールが欲しいところに貼り付けるとかっこよく自然に仕上がると思います。デカールも全て貼り終えたら、いよいよトップコートです。トップコートとはデカールや塗装した塗膜を保護するだけではなくて、プラモデルの最後の仕上がりをバシッと引き締めてくれる非常に重要な最後の工程です。たこ焼きでいうところのソースの上に青のりとマヨネーズかけますか、そんな感じですね。かなり重要でしょ。今回使うのはミスターカラーから出ているツヤ消しスーパースムースクリア。これはただ塗装のツヤを消してくれるだけではなくて、アニメのようなしっとり滑らかな上質なツヤ消しで仕上げることができるプラ版一押しの最強のツヤ消しトップコートです。さあ長くなりましたが、これでいよいよようやく全塗装工程が終了いたしました。どうですか、各パネルラインごとに9層を重ねた滑らかなグラデーション、まるでコンセプトカーのような仕上がりです。それでいて面ごとにこのグラデーションをかけているので、非常にエッジが強調されて、まるで飛び出す絵本のような立体感のある仕上がりで仕上げることができました。その上で最後に使ったスーパースムースクリアによって、このグラデーションが非常に滑らかに仕上がっています。まるで CG のような仕上がりです。何層も何層も塗装と乾燥を重ねて、ここまで美しい仕上がりで仕上げることができました。やっぱりもうたこ焼きとか料理もですね、手間がかかっている方が圧倒的に美味しいですからね。ボナペティー。おっと忘れてました、最後の仕上げに今回面白いものを買ってきました。カスタマイズマテリアル 3D メタリックシール、これをスラスターや各パーツのワンポイントのアクセントとして貼っておきましょう。めちゃめちゃかっこよく仕上がりますね。最終フェーズ組み立て。さあ、すべての塗装が乾燥し、ついにこの時がやってきました。ゾイドのフレーム、ストライククローの重厚な仕上がり、塗り分けたサスペンションとシリンダー、メイン走行のコンセプトカーのような鮮やかなグラデーション塗装、たっぷり時間をかけた甲斐があったというもの。それでは早速、組み上げていきましょう。やっぱりこれですよね。冒頭でも言いましたが、キャップシステムがマジで楽しいですね。さっと入ってコリッと閉まる。たまらないですね。新鮮な刺身を食っているような、非常に癖になる快感です。それでは、皆様、お待たせいたしました。これが40周年アニバーサリーモデル72分の1スケール立体重塗装バージョンだ。ヘリック共和国の最新鋭機にして、新型高速戦闘ゾイドブレードライガー40周年記念モデルでここに完全復活。12層近く塗装を重ねることによって、塗装前の状態から塗装後の状態、これだけ力強く鮮やかにパワーアップして帰ってきました。背部に装備された展開式ロケットブースターにより、最高時速は305キロを誇る超高速戦闘ゾイド。頭部のコックピット開閉ギミックも完全再現。コックピットブロックにはもちろんパイロットのほか、コックピットモニターを含むディテールも完全再現されており、抜かりはありません。星の伸縮型装甲から伸びるように配置されているパルスレーザーガンを2門搭載。これで中遠距離、そして対空の装備も完璧です。名前の由来とも言うべきレーザーブレード、ボディから伸びるように直角に突き出したこの近接装備によって、展開式ロケットブースターで加速した時の運動エネルギーをそのまま上乗せすることによって、相手に突撃しすれ違いざまに一刀両断するという、まさに一撃離脱型の戦法を得意とするこのブレードライガー、スピードとその運動性能をそのまま攻撃力に転化できるブレードライガーのコンセプトには一切の無駄がありません。コンプリッションリフリジェネレーター、そしてエネルギーシールドも出力が大幅にパワーアップしており、家電粒子砲にも耐えるほどの圧倒的防御力を獲得するに至りました。パイロットであるバン、そしてフィーネと共に三位一体で戦うこのブレードライガーであれば、あらゆる困難なミッションにも対応できることでしょう。それでは今回の挑戦は40周年アニバーサリーモデルブレードライガーでした。もしよろしければもう一本、この YouTube で最も頭のおかしいプラモデル専門番組プラ版の動画を見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。